山田耕作は日本の作曲家、指揮者。山田耕作としても知られる。日本語の抑揚を生かしたメロディーで多くの作品を残した。日本初の還元楽団を作るなど日本において西洋音楽の普及に努めた。また、ニューヨークのカーネギーホールで自作の還元楽曲を演奏、ベルリンフィルハーモニー還元楽団やレニングラードフィルハーモニー交響楽団等を 指揮するなど国際的にも活動、欧米でも名前を知られる。17歳、関西学院時代東京府東京市本郷の旧、板倉藩市、医師の父の下に生まれる。1896年、10歳の時にジップをなくす。ジップの遺言で、菅も宮下にあった自衛官に入管し、13歳まで施設で区学する。百九十九年、十三歳の時、 姉のガントレット久さを頼り岡山の幼中学校に入学。姉の夫のエドワード・ガントレットに西洋音楽の手ほどきを受ける。14歳の時、関西学院中学部に転校。在学中の16歳秋に初めての作品、マイトゥルーハートを作曲。同本家中退を経て1904年、東京音楽学校予科入学、1908年。 東京音楽学校声楽科を卒業。1910年から3年間、三菱財閥の総帥、岩崎小谷田の援助を受けて、ドイツのベルリン王立芸術アカデミー作曲家に留学し、マックス・ブルフなどに学ぶ。ベルリン時代の1912年には、日本人初の公共曲、勝時と平和を作曲した。帰国後の1914年に、 岩崎が1910年に組織した東京フィルハーモニー会の還元学部主席指揮者を任されるが自身の恋愛問題により岩崎が激怒し資金源を断たれて翌年解散する羽目となる。1917年には渡米しカーネギーホールで自作を中心にした演奏会を開く。1920年12月には帝国劇場においてリヒャルトワーグナーの ハン・ホイザーの一部などを日本初演。1924年には、この絵ひでと共に、ハルビンのオーケストラ学院と日本人学院を交えた、オーケストラの演奏会、日露交換公共管弦楽演奏会を主催、これを母体にこの絵と日本公共楽協会を設立。これは、現在の NHK 公共楽団の前身であるが、不明老経理を理由に内紛が勃発。 黒柳哲子の父、黒柳森津なら4名を残し、大部分の学院は、この絵と行動を共にしたため、山田派は崩壊した。弟子には、内田元らがいる。1921年、文化学院音楽家主任となる。1926年、40歳の頃、湘南の茅ヶ崎町に今日構える。オーケストラ楽団の失敗により、多額の借金を抱えていたが、同地で再起。 赤トンボなどの同様名曲が数々生まれる。1930年、工作から工作へと改名。1936年には、レジオンドヌール君賞受賞。1937年には、総愛女子専門学校教授に就任。戦時体制が色濃くなった1940年には、演奏家協会を発足させ、自ら会長に就任する。同年11月にオペ、 また、後期2600年宝粛演奏会では、ジャック・イベールの新作、祝天序曲を指揮する。1941年、情報局間つかの日本音楽文化協会発足、副会長に就任、また音楽停身隊を結成して、しばしば占領地での音楽指導にも携わる。召喚待遇となりしばしば軍服姿で行動したため、 後の戦犯論争の槍玉に挙げられることとなる。1942年に帝国芸術院会員に選出。1944年には日本音楽文化協会会長。終戦後、自身の戦時中の行動に関して、東京新聞で音楽評論家山根議員にとの間に戦犯論争が勃発。論争が収まった頃の1948年に脳一血で倒れ。 以後体が不自由となる。1950年、日本式社協会会長に就任し、また、放送文化賞を受賞。1956年、文化勲章を受賞。離婚、再婚を機に、戸籍上の名前も、工作と改める。なお、サインには、コサック山田という綴りを使っていた。1五十六年1六十五年十一月、初旬、工作は、 聖路加国際病院に入院していたが、家族が東京都世田谷区成を五丁目に高層な洋館風の邸宅を借りる。同年12月4日、工作は西条の自宅に退院してくる。そして12月29日、自宅2階の南向き十条間で工作は、心筋拘束により死去した。79歳没。墓所は東京都秋留野市の西泊霊園。山田は、 積年の悲願として、日本での本格的なオペラの上演と、常設オーケストラの設立を掲げていた。しかし、山田和人ではさすがに、どうしようもなかった。そこに現れたのが、三菱財閥総帥であり、かなりの音楽愛好家でもあった、岩崎小屋田であった。山田と岩崎の接点は、東京音楽学校のチェロ教師、ハインリヒ・ベルクマイスターであり、 チェロの指導で信仰のあった岩崎に自分が見た中で一番才能がある山田を引き合わせた。山田は岩崎の地遇を得てドイツ留学を果たす一方、岩崎自身も音楽鑑賞のサークルとして東京フィルハーモニー会を自ら設立しスポンサーとなった。最初の頃は軍楽隊や当時人気のあった三越少年音楽隊などが一時的にまとまっての 合同オーケストラの形をとっていたが、やがて小規模ながら常設のオーケストラを作り、1915年から帝国劇場で公演を開始した。ところが、この頃最初の結婚をした山田がほどなく別の女性に手を出し、それを聞いた岩崎が激怒。岩崎からの出資が止められた東京フィルハーモニー会は、金銭的に困窮することになり、 1916年2月には、あっけなくが会、山田の悲願は頓んざしてしまった。山田工作東京フィルハーモニー会が会後、神戸やオペラ上演を経て、再び常設オーケストラを作ることを夢見た山田は、まず本場のオーケストラを呼んで世間の注目をオーケストラに集めようと、当時東洋一の実力を歌われていた、ハルビンの投資鉄道公共楽団を招くことを考えた。 昇平話はかなりの部分まで進んだようだが、関東大震災で会えなく挫折。翌1924年4月に日本公共楽協会をとりあえず設立したものの、山田は自身のパートナーを探していたし、学府などのインフラ整備はまだまだだった。そこにヨーロッパ留学から大量の学府と共に帰国したばかりのこの江秀丸が山田と面会。 山田に助力する旨を伝えた。山田は、この絵の参加と、原善一郎というロシア語が堪能な、敏腕マネージャーを支中にしたことにより、悲願達成の気は熟したと判断。大震災で断念した投資鉄道公共楽団の招平に、再び着手する。1925年4月に開催された、日露公館公共管弦楽演奏会は、成功裏に終わり、 それを助走として教会は1926年1月に最初の定期演奏会を開いた。6月まで12回の演奏会を開いたが、思わぬところから教会は崩壊する。1926年9月8日、この絵が原のリストラを不服として突如教会大会を宣言。この絵を支持する学員が44名に達して、この絵派は新興教楽団を設立。 一方の山田は事情聴取までされた上に黒柳守綱とモンパルナストリオしか手元に残らなかった。分裂の原因は首都不明の金銭にまつわる経理の不正が理由とされる。後に関東軍の情報担当にもなった作詞の腹が一枚絡んでいるという説があるが、もともと山田自身が金銭にルーズな性格だったことも、 一員として挙げられており、100円の儲けを山田が50円、残りの学院全員で50円としていたことに、学院が不満で、そういう学院の心境をこの江戸原が、巧みにつかんで分裂に至らしめたとも言われている。分裂の後、山田と、この江は1931年頃に和解し、黒柳らも心境に合流したが、そのこの江戸原が心境を追い出されるのは4年後であった。 この時も腹が原因だったという。山田は、金銭面の問題はさておき、指揮者としての実力や情熱は、他の指揮者と比べても全く引けは取らなかったようであるが、実力や情熱をもってしてもオーケストラの運営者として抱くには、どうしても乗り越えられないような壁があったのではないかという指摘もある。例えば、井上道義は、学院は、山田とこの絵の性格を比較して、山田から、 カリスマ性を見出せなかったのではないかと述べている。山田は戦後に脳一血で倒れて体が不自由になってもしばしば指揮をした。しかしそのほとんどは別の指揮者に実際の指揮を任せていたという。黒船を大阪で指揮した際も実際の指揮を朝日名高が取っている。北原白州と共同して数多くの国民的歌謡、校歌等を創作した。なお、 山田の還元楽曲、室内楽曲などの作品は未出版のものが多く、しかも自筆譜のほとんどが繊細により消失してしまったため筆者譜としてしか保存されていないなどの事情があり、出版、演奏の機会がほとんどないものが多い。楽譜の大多数は日本近代音楽館に所蔵されており、日本学劇協会が管理している。1997年に春秋社から、 作品全集の第一巻として初めて還元楽曲のスコアが出版されたがパートフは制作されなかった。近年になって日本学劇協会監修の下株式会社クラフトオーンにより一部の楽譜の工程及びレンタル譜の制作が行われている。2015年12月31日著作権の保護期間を満了。明治大学で 歌唱指導を行う山田工作中高一貫校など、複数の学校機関で効果が共通しているものは、その他一貫校などの学校下に記載中、高一貫校など、複数の学校機関で効果が共通しているものは、その他一貫校などの学校下に記載山田は、作曲や、式だけではなく音楽教育にも力を注ぎ、多数の著書を残している。山田が関わった、学校音楽教科書。 声楽や作曲を学ぶ者へ書かれた専門書は現在ではすべて新しく出た類書にとって変わられている。とはいえ、大正から昭和の前半においての日本の音楽教育に少なからぬ影響を与えている。1925年に出版された生まれ月の神秘は先生術に凝っていた彼が残した唯一の占い本である。彼自身は 外国の本の翻訳だと主張しているが、現象は不明。誕生月ごとに、正確、なすべきこと、短所、慎むべきこと、子供の運勢について、丁寧体か活平易な口調で述べられており、再刊と絶版を繰り返しながら今日まで読み継がれている。2001年に岩波書店で山田工作著作全集が刊行されている。これらに未収録の著書も多い。ありがとうございます。